よう、ファルゴ。わあ、びっくりさせるな。よくわかんないけど、ごめん。それで何してるんだ。わかんないのか。前を見てみろ。前？ああ、ユイとワン吉じゃないか。もしかしてユイを尾行しているのか。違う、一緒に散歩しているんだ。こんなに距離を空けて歩いているのに散歩しているなんてわかるわけないだろう。あ、パパ来ていたんですね。気がつきませんでした。散歩中らしいな。はい、アルゴさんとワンキチと一緒に。あれだけ離れていたら一緒って言わないだろう。このクエストをやることでもしかしたらと思ったけど、犬が苦手なのはなかなか治らないな。奴らと分かり合うのは生涯かけても無理そうだ。さあワン吉、一緒にかけっこしますよ。ユイちゃん、本当によく面倒を見てくれているな。それだけワン吉に愛情を注いでいるんだよ。きっとアルゴにもすごく感謝していると思うぜ。俺だってアルゴがクエストを続けてくれて嬉しかったし。なんだよ急に。別に、本当に思っていることを言っただけだよ。おっと、クエストログが更新されたみたいだ。餌の時間みたいだな。おい、ユイ、餌の時間だってさ。はーい、わかりました。しかしこうして面倒を見てもらっているが、クエストの先が全然見えないな。確かクエスト名は迷い犬の保護だったっけ。保護ということならもう十分果たしている気もするけど、もしかしたらこのままゲーム内で一生育てるっていうテイムの派生仕様だったりして。恐ろしいことを言うなよな。でも文句は言いつつ、散歩にだってついてきてくれているじゃないか。それは俺っちが犬っころのそばにいないとクエストが進行しない可能性だってあるわけで。ん？またイベント発生だ。あの犬っころ、もう腹が空いたのか。うん、どうした。いや、このイベントが来ることは分かりきっていたことなんだけどな。保護は無事に達成できたみたいだ。それってもしかして。犬っころを森に返す、その時が来たみたいだ。さて、この話をどうやってユイちゃんに切り出したものかな。俺がやるよ。クエストをやりたいと言ったのは俺とユイだからな。ユイ、ちょっと来てくれ。はーい、行きますよワン吉。どうしましたか。実は今ワン吉のクエストが進行したんだ。本当ですか。ただそのん、ワン吉とは別れなくちゃいけないんだよ。別れる。森に返す時が来たんだ。その犬はもともと人里に迷い込んだ犬なんだよ。けど、もう一匹でも十分に生きていける時が来たんだ。ユイちゃんが世話をしたから、
ワン吉は森に帰ることができるんだよ。本当ですか？これでワン吉も元の場所で過ごすことができるんですね。よかったです。私ちゃんと面倒を見てあげることができましたよ。ああ、偉いぞユイ。ワン吉、故郷に帰れるんですよ。あの、お二人にお願いをしてもいいですか？なんだ？言ってみてくれ。私もワン吉を見送りに行きたいです。当然だ、ちゃんと連れて行くよ。ああ、問題ないぞ。それからですね、もう一つお願いがあるんですが。もちろん、いっぱい遊んでおいで。ここで待っているから。ありがとうございます。ご苦労さん。ゆいちゃん、辛そうだったな。そりゃな、ずっと面倒を見てきたんだ。はぁ、いろんな意味で、きついクエストだな。クエストの目的地はここらみたいだな。この森が、ワン吉の帰る場所ですか。ユイ。ワン吉に、お別れを言わないとですね。そうだな。ワン吉、この森で立派な犬になれよ。ワン吉、もう村に迷い込んで迷惑かけたりするなよな。ワン吉、寂しいですけど、ここでお別れなんです。これからもちゃんとお利口でいられますか？森には木の実とかたくさんありますけど、食べ過ぎちゃダメですよ。ワン吉は食いしん坊なんですから。ワン吉、森で仲間と仲良く暮らすんですよ。ワン吉、私はワン吉と一緒に過ごすことができて本当に楽しかったです。ありがとうございます、ワン吉。それじゃあワン吉、お別れです。元気でいてくださいね。行っちゃったな。はい。ワン吉もきっとユイにありがとうって言っていたと思うよ。飼い主がユイちゃんで幸せだったな。私もワン吉に会えて幸せでした。さ、それじゃあ町に戻ろうか。はい。クエストログが進行した知らせだ。そういえば、ワン吉を森に返したけど、クエストって終わってないよな。確かに。ちょっと調べてみるから、待っててくれ。あ、やっぱりだ。まだワン吉のクエストが残ったままだぞ。残ったまま？まだ続きがあるんですか？みたいだな。なら、またワン吉と会えるかもしれないんですね。よかったな、ユイ。はい、ワン吉、また会いましょうね。ユイちゃん、元気になったな。そういうアルゴも嬉しそうな顔をしているぞ。違う、クエストが考えていた以上に長いから情報として価値があると思っただけだ。
わかったわかった今度会う時が楽しみです。